メニュー開いたりとか、なんかほら、リワードじゃないや、なんだか、なんかこう、あれが落ちてきてる時にね、一瞬固まるんよ。クエストとか終わった後にほら、なんかメッセージがピュッと入るじゃん。あとリム転送した直後とかね。あ、ここ多いのか。やったら人多いな、ここは。どこ入ってんじゃん。1の部屋はなんか大勢いて、やかましいなこれ。うん、あ、そう、たまたま今日珍しく、あ、たまたまだけど、あれ、クラン飛ばされたの。アッカーシェランに向かう手前というか、なんだ、ほんとね、そう、アッカーシェランに行く、前だね。いよいよでもないから、まだまだ先があるんだろうけど。ソーラちゃんはもうエンディング早く見たいなら手伝うよって、もう煽るからさ。だって12月でしょ、早まるってことあんのかな。のんびりだからもう。アンカーシェランに現れる滅びの渦から火の竜とその大陸を救うっていうのクエストが出てきたのよ、この前倒したら。なんだろう、あの黒竜じゃねえ、なんだっけかな、この前の。あっ、んだ、アッカーシェランへとにかく向かうとしか書いてないから、俺も詳しくは分かんないけど、まだ受注してない、受注したばっかだから。とりあえずボーンの、あのテンション上げとかないと。一応教育して。対話開発ボーンの前日いくつが出てこないな、話しかけとかないとさ。ん？あ、こんばんは。今さら。あ、そうだ、アンバコありがとうございます。もうどうしようもないですな。気がつかなくて。あのね、字が読めないのよ、ちっちゃくて。見る、はずきるイメージじゃちょっと距離がありすぎない、1メートル以上あるから。でっかいテレビ、コンデンサー変えればね、この前5000円で売ってたのよ、50インチが。
訳あり商品、なんか10年ぐらい前の、あ、10年もいかないか、まだ 4K が出たばっかりの頃の、うん、亀山スペシャルだっけ、亀山じゃない、なんてステッカーが貼ってるやつが、なんだろうね、あれ電源が入らないで、5000円はちょっとね、でもぐらつくんよいや、だいたい500円ぐらいで直ってたんだよね、今まで。ジャンクじゃないけど、リモコンついてて電源コードがついてるならまあラッキーかなみたいな。ただね、持ってくるのが車がないと、50インチだとね、ちょっと辛いんだよね、手で持って帰るには。あっ、なんか呪いがかかった、鏡みたいなそうだったら面白いんだけどな、寂しいから誰かかまって、呪いの鏡でもいいから誰かにかまってほしいわ、ほんとも、もう寂しがり屋だからもうダメだよ、もう隣でイチャイチャされたらもうたまんなくなるわうん、隣でイチャイチャしてる声が聞こえるとさ、ヘッドホンしたくなっちゃうのよはい、どうもこんばんは。こんばんは。そこまではいかないけどさ、なんか体調が、うっちゃんなんちゃんのでやってたね、確か原田太郎だったと思うけど、なんかうっちゃんなんちゃんの番組、そういうパロディーみたいなのがあったんだよ。だからお前最終的に泰造演じる主人公がお前の苦しみも、もう悲しみも絶望も全部受け止めてやるみたいなことを言ってで、そうそう、笑う犬、多分笑う犬、うん、でそれで奥さん兼仕事の同僚みたいな感じで、うん、部屋に戻ると何度か力が抜けちゃうのね。はあ、笑う犬か。あんまり出たことない。寝ようかなかったっけ、なんだっけ、うん、部屋に戻るとなんだか力が抜けちゃうわね。見て、庭に何か来てるわあれも笑い犬だったかな、信号確認ゲーム。なんか、赤、黄色とか言ったら、なんだっけ、トマト、バナナみたいに言って。うん、あれ確か笑い犬だったような気がするんだけど。笑い犬じゃなくて、その、後継番組だっけか。
了解。青パコは使えねえのかも。青パコ使えたらいいんだけどな。やっぱパスポートないとダメか。やべえ、箱がいっぱいになった。やばいやば。クラフトでもやるかな。まあ。ん？うん、それがね、区別がつかないからダメなのな。で、いらんもん捨てちゃったよね。ミカル、沿線だとこう